皆さんこんにちは、リサチャンネルです。今回は最近話題の宝石ネイルのやり方を YouTube で見て、あとインスタでも拝見したので私もやってみたいと思います。中指は練習してみました。こんな感じに薬指と人差し指にもつけていきたいと思います。ベースは塗った状態から始めていきます。それではどうぞ。まずこちらのシルバーのラメを塗っていきます。ベースにラメを塗ることによってキラキラに発色します。ではライトに入れます。ではこの上にこちらのブルーのカラーをのせていきます。ライトに入れます。では次に縁を囲っていきたいと思います。ライトに入れます。はい、ではこの端にアンティーク感を出すためにこちらの金箔をちょっとつけていきます。こんな感じです。ではライトに入れます。材料はこちらのダイソーに売られているプラ板を使って作っていきたいと思います。ではこちらのプラ板をカットしていきたいと思います。爪の長さに合わせてカットしていきます。爪よりも4ミリぐらい
短めに切っていきます。このぐらいですかね。こんな感じです。ではこちらの上に トップコートを乗せていきます。トップコートは流れないように固めのハードジェルがおすすめです。このひし形を乗せる部分にジェルを多めにのせていきます。こちらを軽く乗せていきます。ジェルが横に流れてしまうので逆さまにします。こちらでライトに入れていきます。ではこちらを拭き取っていきます。では剥がします。こんな感じにできました。ではこちらを使って人差し指にも作っていきたいと思います。では人差し指につけていきたいと思います。まずミキシングジェルを塗ってこちらのラメをつけていきます。
こんな感じでライトに入れます。こちらのカラーをのせていきます。こちらをライトに入れていきます。ではこの上に先ほど使ったひし形のフィルムをのせていきます。飛んでしまいました。で、逆さまにします。こちらも勝手にレベリングしていくのでちょっとほっときます。位置がずれていないか確認してライトに入れていきます。では拭いていきます。こちらのフィルムを外していきます。こんな感じに仕上がりました。今回はネイリスト YouTuber さんから私も学んで作ってみました。来年も皆さんに素敵なデザインをお届けできるように私も頑張っていきたいと思いますので、ぜひいいねボタンかチャンネル登録をお願いします。